半米王先生です。ですね、私もね、JBCC ホールディングスの、最高創設名誉会長です。資本金50億円ですね。本社の株式、資本金ですね。で、私が作った会社なんですけれども、以前ね、今知りませんけど、ちょっと JBCC ホールディングスの副社長にですね、IBM の副社長さんがね、担当していただきまして、その関係でね、私がIBM の取締役も、やってたわけなんですね。で、私の下には社長、副社長、IBM の副社長が、JBC ホールディングスの、ね、副社長をやっていただきましてね、そういう関係で IBM の副社長を私が、副社長じゃなくて、取締役を仕事したことがあるんです。で、今もまだやってるかもしれないですけどね。で、私がね。で、で、私の学生時代の、友達ですね、旅行行ったりとかですね、私は神奈川工科大電気科をね、大学の先生の資格を取って卒業しておりますけれども、その時の違うね、大学の友達、ちょうど慶応のね、佐藤バツバツさんね、名前は秘密ですけど、で、IBM の会社に私が取締役やってて、入れさせたんですよね。で、彼は私のことは知りません。取締役やってるって、自分の会社のね、取締役やってるって知りませんけど、それでその時にね、シンクパッドっていう、パソコン関係ありますね。それは私が取締役だったんで作った、シンクパッド開発部とかですね、作った会社で。で、私が大学生の時に1歳年上ですね、彼はね。で、一緒に旅行行った彼もその、ね、部門で働いてもらってたんですよ。もう定年だと思うんだけど。で、シンクパッド開発、IBM のパソコンですね。これをね、これを私作ってまして、で、担当も私の友達に部署をね、電話したことあるんですけど、508なんとか、番の、内線番号ですね。IBM の内線番号がありまして、電話したことあるんですけど、で、あと、IBM の副社長の部屋に私入ったことがあるんで、これは、潜りで、セクモのね、取締役までなった時にね、入ったんですけど、管理職になったまで勉強した時、20歳の時にね、入ったんですけども、ちょうど IBM の副社長の部屋に入ったんですよ、私がね。そしたら、佐藤なんとか、るっていうんですね、秘密でね、佐藤なんとかるっていうんですけど、佐藤バツバツるっていうんですけど、もう副社長の部屋で、自分の、上司、副社長と仕事で相談し、話をしてたらしいんですね。で、私も一緒に入ったんです。で、3人になったんですね。で、そんなことがあって、おーっと、おー、なんか仕事してるなということでね、副社長と私の友達ね、佐藤、バツバツという名前なんですけど、
そんなことがありましたけど、これは29歳ぐらいの時かな。私がね、30か29歳ぐらいの時ですね。彼が、友達が働いてるとこを見たんですけど、副社長室でね、電話ではね、彼の部屋に直接電話しました。で、私の身分は言っておりませんでしたけどね、セキュリティの方に私はいました。セクモの、社員としていました。ね、で、そんなことでね、IBM の大和研究所は東京基礎研究所なんですね。ここのシンクパド開発っていうのは私が作った部門なんですね。IBM のね、シンクパド開発。シンクパドっていうパソコン、IBM 製のパソコンがありましたけれども、今中国になって製になっちゃいましたけどね。ということでね、紹介いたしました。パソコンの発明者では私は世界一です。あとソーテックっていう資本金138億円の会社なんかも私は昔作った会社ですね。今音響と合弁してますけど、パソコンの発明者では世界一です。一番ですね。たくさんいますけどね、発明者ね。そんなことでね、紹介いたします。